さん、こんにちは。今日は、こちらの学生寮ドーミー近代前をご紹介していこうと思います。ドーミー近代前ってなんかどんななの、めっちゃ新しいじゃんとかたくさんあると思うんですけど、ぜひ楽しみにしていてくださいね。あ、申し遅れました。私、本日皆さんと一緒にこちらの中を案内させていただきます。学生寮に住んでる RA の森真由です。それでは早速中に入っていきましょう。扉は2段階構造となっており、安心だと思います、私は。はい、レッツゴー。こちら、エントランスになります。とっても大きくて、綺麗で広々としているエントランスなんですよ。それでは、簡単に説明していこうと思います。大きなソファーがあってですね、机と椅子と常備されており、私たちは普段ここで時間がある時とかは、みんなで集まっておしゃべりしたりとか、カードゲームをしたりとか、有意義な時間を過ごしております。これらも全て設備なので、私たち使い放題なわけですよ。ハッピー。こんにちは。ようこそ、私の部屋へ。頃は5人家族だったんで、洗面所がすごい混雑してたんですけど、一人で気兼ねなく使えて、すごい毎朝スムーズで助かってます。こちらが冷蔵庫と備え付けの電子レンジになっております。一番下のエントランスとエレベーターも鍵がないと登れないんですよ。出ることは鍵がなくても出れちゃうので、みんなよく忘れて、鍵忘れたから下まで来てほしいっていうのが頻繁に来ますね。経済学部総合経済政策科、杉森桃子です。寮にしてよかったなって思ってます。大学の友達より先に寮の友達ができて、履修登録とかあるんですけど、大学のそれのやり方とかよくわからないまま進んじゃって、でも大学の友達にはまだ仲良くなってないから相談もあんまりできなくて、寮の友達で一緒にみんなで集まって登録しようとかやったりしたんで、と引っ越してきてよかったなって思ってます。楽しいです。私はその中でも寮生活が一番楽しいです。すごい仲良くなれて、みんなで寮に引っ越してきてよかったよねって喋ってます。すごいいいなと思ってます。新築なんで全部綺麗です。お風呂も部屋にはシャワーしかないんですけど、あの湯船付きのお風呂もあるので、すごい助かってます。女性用のお風呂がこちらになります。こちらが女性用のお風呂です。こんにちは。ようこそ僕の部屋へ。音楽好きです。洋楽の方のロックと、あとは邦ロックですね。今3バンドぐらい組ませてもらってます。総合社会学部総合社会学科社会マスメディア専攻の三上拓也と申します。そうですね、結構いいです。最初友達とかできるかなって不安だったんですけど、すぐ友達、両隣が友達なんですけど、やっぱ慣れたりとか、友達同士で遊びに行ったりとかもするので、すごくいいですね。食堂とかが一番好きですね。結構広くておしゃれなんで、そこでたまに課題とかもやったりしますね。一人暮らしだと
大学の友達とかがいっぱいできるっていうイメージなんですけど、まあ、寮に住んでると同じ1回生で、まあ、そういうつながりもありますし、近大に近い人しか住んでないので、まあ、近畿大学の話題で意気投合したりとか、同じ部活だったりとかする子もいるので、本当に横のつながりが結構できる場所だと思ってます。1回熱が出たことがあって、ちょっと1人で不安だったんですけど、まあ、ドーミーってドミコっていうアプリがあって、それで寮母さんとかに連絡できるんですね。連絡して大丈夫かとか、まあ、食事を僕の扉の前まで持ってきたりとかしてくれてすごい助かったですし、まあ、やっぱ親がここに預けてくれた理由っていうのが、やっぱ寮長と寮母さんの存在がすごい大きくて、2人ともすごい人柄が良くて優しい方々なんで、しっかり僕も面倒見てくれますし、第二の両親で言っても過言じゃないぐらい頼りになる存在なんで。実はこのドーミー近代前、近代からものすごく近いですよ。近代前ですからね。それでは近代前簡単に案内いたしましょう。はい、それではまずは出てすぐの右に曲がります。私たちも夜出歩いたりする機会があるんで、それそこに出ては安全を感じますね。近代があるんですね。この辺よく行く店なんかもまあありますね。やっぱり近いんで、こうすぐね、あと営業時間もすごい学生に合った営業時間をしてくださってるんですね。夜の方が長いみたいな、でリーズナブルな価格で営業してくださるの。でコンビニも100円ローソンなんで、お財布に優しい。ラーメン屋さんと唐揚げ屋さんと。それではですね、なんやかんやお話ししているうちに、なんと近代の西門にもついてしまいました。約、学生の寮から3分で着くことができるんですね。ここが私のお気に入りのカフェ屋さんです。もう外見がすごい森の中の一軒家みたいに可愛くって、内装もめっちゃ可愛いんですよ。それからですね、注目してほしいのはこちらです。アイス350円、パフェ730円、ものすごく美味しいです。